昭和 MC バトル1回戦 A ブロック第2試合、先攻徳田球一、後攻手塚治虫、レディーファイト。共産党員徳田球一、ブラジョワジーのゴミくず掃除。まずその第一に手塚治虫、とてひで夏の虫のごとく殺せ。これはてめえに対する林歌、争う場で泣いちゃうか。特急で仕留める天皇制もろとも、鉄腕アトムは噴射の大社。でも結局存続天皇制、当時共産党は非合法な政党です。お前コミンテルと手を組んで各メカ企業でも大会数選挙で敗れた一人。鉄腕アトムは日本初のテレビアニメ放送、ブランカン語しか夢を絶って俺が勝ちでしょうよ。てか共産主義のくせに噴射とかナチスかよ。ヒトラーと組んだ方が結構馴染むかも。革命組織は違法だぜ、コミュニズムと天皇制は入れねえ。ゆえにクソ政府が俺たち刑務所へ。俺網走にて18年ウランカンから夢与えたって、資産家の元で生きる奴隷、そういう現実変えるためにやってるコミュニズム、革命の手段はいつだって武装闘争路線。得意系の武装闘争歌ってますけど、その子日本共産党は武装闘争放棄してますよ。そりゃ物騒な武闘派は支持されない、やんと無謀な空想は漫画の中だけにしない。俺はストーリー漫画の礎へぶっ立てた、作中でも反戦平和を訴えた。大してお前北京を亡命なくは大事で明日もない、これが武装闘争の末路だ。